いやー疲れた。いやもう本当に死にそう。マジで。てか死んだ。今までのイベランの日じゃないぐらい疲れた。前回から10位上げるだけで。めっちゃめっちゃ疲れた。なんでそんなヘロヘロなのかと言われると、寝てないからですね。まとまった睡眠時間取れてないから、ここ72時間ぐらい。20分寝て起きてみたいな感じだから。とりあえずあと4時間頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。まあ、ずっと基本的にはこの一人ボエンビをやり続けると、まあ、今回最初野良でやってたというか、最初みんなでライブでやってたんですけど、恐ろしい話をしましょう。初日祝日だったんですよね。まあ、祝日でみんな走りますよ。そのみんなでライブをやってたんですよ、野良で。でエンビを投げると怒る人たちがいるので、まあそうですよね、短いんで曲が。俺は別にイベランしてないしみたいな人がエンビー投げられたら短すぎるんで怒るんですけど、まあそういう時にはジャックポットサットガールっていうエンビーより7秒ぐらい長い曲を投げるとみんな騙されるんですよ。エンビーだからっていう理由でみんな怒ってるんですけど、ジャックポットサットガールも7秒ぐらいしか変わんないのに、エビじゃないから OK みたいな、騙されてくれるんですよみんな。だからジャックポットサットガールをとりあえず投げるっていう戦略で最初野良を走ってたんですけど、最初40位ぐらいからスタートして、ずっと野良で短い曲基本的にローテで流すみたいな感じのことやってたんですよね。あのブーとか、ワワワとかワールドワイドワンダーね、まあ投げてたんですよ。40位からのスタートでずっと走ってたわけじゃないですか。で順位見たんですよ、2時間ぐらい経ってから。66位って書いてあって、なんかおかしいぞと。僕はカーネーションリコレクションの時はずっと野良のみんなでライブで走ってましたし、なんか順位が下がったんですよね、ずっとやってるのに。はって思って、で、その後ブレスオブザワイルド遊んでて3時間ぐらいでオートで走らせてたんですよね、その間で。66位から98位に下がってて、あダメだこれやってなったんですよ。1日目にして早くも、あ終わったって、今回から俺無理なんだ、あの奏のヒベラン無理だっていう、あの走らせてるのに順位がどんどん下がっていくっていう絶望を、ソウルジェムが真っ黒になって終わりだって思ったんですけど、なんで僕が野良で勝てないのかっていうと、もうエンビーしかやらないぜっていうチームというか、あの部屋とかがいろいろ立ってるっぽくて、なるほどと思いまして、そこに入らないともうイベランって無理なんだなってことを1日目にして察して、エンビーをひたすら皆さんその野良でやり続けるみたいなことをしていました。あのエンビー愛好家の皆さんとエビをひたすら取り続ける作業で、僕はそういったことをしたことがなかったので、謎の文化がいっぱいあって戸惑いました。いきなり数字で2って連発されて、2って何 2？ どうやらこれは部屋にいる左から2番目の人に対して何か呼びかけてるみたいです。何この文化みたいな、もう軍隊なんですよ。でもその軍隊に入らないともう勝てないってことを察してしまったので、このイベラン中はずっと軍隊に名を隠していました。もう名もなき豆腐として入って、でその名もなき豆腐同士で通じ合った瞬間、しょうもないスタンプ打ち合って笑い合ったりとか、俺がもううとうとでよだれ垂らして頭ガックンガックン言わせてる時に、目を背けるなって司のスタンプが来て、はっってなったりとか、多分ヤシロって分かってたらみんななんか あのヤシロだからうんぬんかんぬみたいなのがあったと思うんですけど、僕はその時完全に名もない豆腐だったんで、みんなフラットに言ってくれるわけじゃないですか、いろいろ。その時にしか得られない思い出がいっぱいあって、イベラン辛かったけど、そういう意味では楽しかったですね。いやそう、青春だった、同じ苦痛を。ただめっちゃ気まずかったのは、俺が31位の時に30位の人と同じ部屋になった時、マジで気まずかったですね。ね、昨日最終日のつもりで走ってて、48時間の合計、多分僕3時間か4時間ぐらいしか寝てないんですよね、トータルで。もう昨日が最終日のつもりでやってたんですよ。そしたら昨日じゃなくて今日が最終日だったんで、もうその時点でちょっと心壊れてしまって、その時僕30位だったんですよ。でそこで発狂して3時間ぐらい意識失っちゃったんですよね。3時間ぐらい寝てたんですよ。そしたら抜かれて31位になっちゃって、もうやばい、トップ30になるために今日の限界に合わせて走ってたのについに抜かれてしまった。でもその人めっちゃペース速くて、俺が観測した限りだと40時間以上寝てないんだよ、その。ずっと40時間以上動き続けてて、あ無理だこれみたいな。その時初めてゲンスルー、初めてじゃない、正直何回かあった、一番濃度の高いゲンスルーが見えたんですよね。心詰まれたんですよね、完全に。おられちゃったんですけど、冷静になってどうしたのかっていうと、そいつには追いつけなくていいと。その上にいる800万点以上差がついてるやつ、その時の29位の方が800万点差ぐらいついてたから、この人抜かせばいいじゃんっていう。31位の時に思ったことは、いや30位には勝てなくていいわ、じゃあ分かった、俺の負けでいいと、29位に勝とうと。いやお互いにもう限界なわけよ、もう最終日迎えてて、もうこの人が止まってくれることを祈るしかないっていう。30位はもうどうやら最終日止まる気がないらしい、じゃあ29位を抜かそうと、一緒に抜かそう30位さんみたいな気持ちに切り替えて、心折れずに走ったら抜かせたんですよ、29位の人。思考を切り替えたんですよ、前走ってるやつは抜かなくていい、
もっと前に行って止まってる人を抜かそうと。で、なんとか今日の、午前11時半ぐらいに30人になって、昼の3時ぐらいに29位になったのかな。あと、そうですね、マジな話すると、34位から30位になるのに3日か4日かかりましたね。その間、ずっと30位台をフラフラしてて。っていうか、ラストの2日間はもう寝てなさすぎてね、ちょっと怖い話するけど、ストリームエンビ、楽曲のジャケットって今、このプレイ画面の後ろに見える、ノーツの裏にあるじゃないですか、ジャケットが。このジャケットが、朝の3時か4時ぐらいかな、なんか揺れて見えたんですよね。なんかあみたいな、揺れて見えて、ジャケットがなんか違う形に見えたりするんですよ。恐竜の頭だったりとか、なんか変な飛行物体とかエイリアンみたいな背景のジャケットが見えて、あこれやばいわってなってノーツのスライドをした時にちょっと若干光のエフェクトが入るじゃないですか。そのエフェクトと混ざり合って、もう視界もぼーってしてるから、なんか常時動いてるように見えるんですよ、ジャケットが。あもうマジでこれやばいわ、でもやめらんねえわみたいな。で、今はもう完全回復してるんですよね。やばかったのが、昨日結構やばくて、31位の状態で、ちょっと夜中、ちょっと脳に糖分足りてないのがいけないのかなと思って、ちょっとグミ食べたんですよ。グミ食べたんですけど、これもう大失敗で、もう眠くて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 しょうがなくて、ぐらーってするんですよ。俺眠くなるときに手の感覚がなんか、みんなも共感してもらえるかもだけど、手の感覚なんかじわーってなって、なんかふって力抜けて、手がなんかすごい近くに置いたはずなのに遠くに行くみたいな、なんかふにゃーぐわっみたいにならないですか。完全にそのグミ取ったせいで低血糖状態になって、もう眠気がやばい状態。その時にどうしたらいいかと思って、もう眠いけど走んないといけないじゃないですか。そう、立ちプロセ化したりとか、スクワットしながらプロセ化したりとか、あれなんですよね、筋肉鍛えると糖分使うんで、あこれいいやと思って、グミでもう、ね、低血糖状態で眠くて眠くてしょうがないって時に筋トレ始めたりとかしてましたねちょっとね、あんまりこういうことを言いすぎるとコメントでもね、みんな心配してくれるし、これが終わった後倒れるんじゃないかって過度に心配になる方もいらっしゃるのは当然のことだと思うので、まあ、お伝えしておくと、まあ、非常に今大丈夫です。これが終わったら速やかに寝ます。風呂にも入りません。風呂入ると絶対に死ぬんで、まずは寝ます。 あとね、今回頑張れたのね、いろんなライバーから応援されてたおかげですね。八代気づくがイベランすると聞きつけて駆けつけた鏡、リゼ、ドーラ、京子、エリー、トノタ、もろもろ。頑張れ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 、おおお絶対3時に取っからよ、プルプルプル裏で劇場版あったっす。疲れたな。いや今日何時から走ってたんだっけな俺。さあとも昨日の11時からは走ってるんですよ俺、ずっと18時間ぐらい今やってるっすね。で途中で1時間20分ぐらい寝てる。17時間ほぼ連続でずっとやり続けてて、でしかも17時間の前3時間寝たんですけど、その3時間寝る前は多分ぶっ続けで十何時間ぐらいやってる感じですか。ちょっとあんま何も覚えてない、正直何も覚えてないんですけど、まあそうなりますよイベランって。まあ愛ですよね。この人なんで走ってるの、この人なんで急いでるの、もう全部愛なんですなんだよね。ありがとうございました。あと1時間。えぐくないこれ。うわー、イベランの時見た人ばっかやわ。ゲンスルーライン。うわ、あるよ、ちょっと。やべえうわー、ちょっと、辛い。これ笑ってんじゃないこれ。見てて胸がマジで痛い、これ。心つまれてるわ、これ。うわー、えぐすぎる。いや、ちょっとこれさ、ドラマがあるんで、ちょっと胸が詰まるんだよね。うわーうわートップ20もまだ戦ってる、これは声出ねえこれ10位もうこれ決まったのな、これさすがに友蔵友蔵疲れマジで。いや俺友蔵と何回か一緒になったんだよねなんだろうね、友蔵と多分誇張抜きで10時間同じ部屋いたわ。友蔵ずっと走ってたもんな。ダメだこの暴走、ちょっと泣けてくるこれ、無理だ。いや急にこの、あれ一人分ビーなんか音でかくなった、あれなんか、あれカラコン変えたやばい、一人分ビーのジャケットが揺れてる、これまずい、限界だ。ペポン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 、ヘア、ジャケット揺れる現象始まった、これかなり限界近い証拠。ありがとうございました。集計中かな、集計中らしい。今焼きそば作ろう今からすか。いやてか俺こういう感じでなんかラフな感じで急に配信中に飯食うのは初めてかもしれん。はい、ではニンニク豚骨味です。ではいただこう。さっさ召し上がれ。まあ
いいぞー。26位です。ありがとう。あー、ギリギリ25位になれなかった。おめでとう。はあ、やばい、これ炭水化物じゃん。罠だお前ら。まずい。ちょっと今脳がグラってきたけど、やばい、これお前ら、これ炭水化物じゃねえか。お前ら寝るな。急に炭水化物を抑えてたのに取ったら低血糖になって眠くなるだろ。お前ら何のために俺が抑えてたと思ってんだよ。知らねえよって。血糖値スパイクかかったな、ほが。いやー、寝るわマジで。もう疲れた。